ラム。お疲れ様です、本場中です。見てこれな、本舗ヒロロチャンネルが買ったギラツヤやね。これをもらいました。もらったんですか。もらいました。使っていいよって言うから。ああ。ヒロロがいいって言うから。ってことで、このギラツヤオートバックスで買ってんけど、これがどんなもんかちょっと検証したいと思います。ちょっと一応タイヤ見てくれる。まあよくありがちな、ちょっと茶色くなってる。まあ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 よくありがちな、まあはいはい、これをギラツヤでギラツヤでどんだけギラつくかやってみたいと思います。了解です。もうこれな、めっちゃ簡単やね。この蓋を取るだけやん。ほんで押して液体をスポンジににじませて塗るだけ。 OK？ OK です。じゃあ塗ってみたいと思います。まずスポンジにギュッてやって、スポンジこうここ見て、ちょっとな、こっちから見て、こっち映して。これな、スポンジグッ、これな、落ちたらな、スポンジのここ、グッ、液体がグッと出てくる。あ、出ましたね。出ましたね。ほんで、めっちゃ大変な。こんな感じで、塗るだけです。よし。やっぱりな、ほら、おしゃれは、おしゃれは足元からって言うやん。おしゃれ、おしゃれは足元から。知らんって言いましたよ。やばいな、足元は綺麗にしとったらな、全体が綺麗に見えんねん、車。そんなもんや、大体。これね、タイヤワックスちょっとお借りしてんだけど、めちゃくちゃ簡単に綺麗になるわ、これ。ほーら、どうですか。いいっすね。いや、めちゃくちゃいいですね。いいっすね。これいいですね。じゃあ、ちょっとほんならもう、どんどん行きましょうか。いや、これね、使いやすいわ。今までのやったら、なんか液体でビュって塗ったらな、ほら、タオルとかスポンジで伸ばさなきゃいけませんか。はい。それが、もうこれ1個で完結する。いけますね。いい感じ、綺麗になるわ。の伸び的にはどうですか。伸びる、めっちゃ伸びる、めっちゃ伸びる。簡単でしょ。液体やしな、もんでな。あ、すごい綺麗になる。まあ、ほんまタイヤ洗った方がええねんけど、よし、こんな感じ。よっしゃ、こんな簡単に、ほら、全体的にちょっと車してみて。綺麗になりますね。ナイスやね、これ。ヒロロチャンネルが車にあって。あ、そうなんですか。ヒロロチャンネル車に置きっぱなしやったから、ちょっとヒロロさん今ちょっと向こう行ったから勝手に使わせてもらって。あ、今のうち内緒で。内緒内緒、これ内緒で。これ動画上げたらびっくりするやろ。あ、マジですか。使ったんかい。これこそここだけの話ですね。ここだけの話じゃない。ここだけの話をな、もうどんどん暴露するやつおるから。誰ですかそれ。え、あんなホープリックって多いんだよ。あ、ほんまっすか。いつもなんか動画で都市伝説で喋ってんねん。はいはいはい。声がちっこいから聞こえへんねん。おかしいっすね。おかしい、ね、聞こえてるんすか。ここだけの話、ここだけの話。よし、やっぱ影になるとちょっと分かりにくいですね。あ、分かりにくい。うん、いやでもすごいいい感じ。ダイヤワックス、いろんなワックス今まで使ってきたけど、はい、クリンビューのノータッチとか。あ、はいはいはい、ノータッチ結局タッチするやん。うん、そうですね。なんかスポンジかタオルとかで拭くやんか。だからあれ実質ノータッチじゃないもんな。ですね。オンタッチやもんな。はい。そう、それを考えたらこれこそまさにノータッチやねっていうことで、ね、あ、逆光になってる。はい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 、っていうことでね、タイヤワックス、このギラツヤで磨いてみたら綺麗になりました。以上です。です。です。じゃあ、ヒロロチャンネルさん、お返します。はい。なんか、ベタベタや。結局、映ってるやん、みたいなね。ここいや、綺麗になったよ。めっちゃいい。なりましたね。どう？簡単です。このギラツヤ、最高やな、これ。ほんまに。900円くらいだな。1000円でこれやったらええで、1本あればな。そうですね。ガレージ1本あったら、何かあった時さーっと見るんですな。やっぱ肉眼で見る方がごっついですね。肉眼で、肉眼で。ところで今聞いてたけど散髪した。しゅしゅ今よっしゃ、また今日はタイヤワックス塗ってみました。以上です、はい、ありがとうございます。バチったはい、おはようございます、本舗中です。これな、昨日ヒロロチャンネルさんが買ったタイヤワックスを
ちょっと塗った、塗らしてもらった2日目やねんけど、もうめっちゃテカテカやで。すごい。タイヤワックスでこんな感動したの初めてかもしれん。すごいテカテカ。ちょっとこっちも。見て、もうすごい。すごいわ。この昨日ヒロチャンネルさんが買ったな、このタイヤワックス、これ超おすすめです。はい、簡単に塗れるし、ほんまに綺麗、すっごいツヤツヤです。これはおすすめです。